しっかり者の彼女と2年付き合って、結婚を考え始めた頃に、彼女の実家が自然災害に巻き込まれて住めなくなった。いわゆる、みなし仮設を探すために、彼女は、時間をやりくりして不動産屋を回り、新生活に必要な道具を揃えて、すごく頑張ってたけど、途中から、家族は、私が全部お膳立てするのが当たり前だと思ってる。感謝の気持ちが全く感じられない。と愚痴るようになった。それなら、被災した本人たちに、物件探しさせればいいだろと言うと、ずっと、田舎の一軒家暮らしの家族に、不動産探しの知識なんてないから、変な物件をつかまないために私が見張ってないと。と絶対手を引かない。日曜日に、すごく疲れてるけど、新居の日用品を買いに行かないと。っていう彼女に、そこまで世話する必要はないだろ？台所用品なら、生活する当事者が買い揃えればいい。と言ったら、私が見つけた物件に、ダサいものを持ち込まれたくないの。と怖い顔で言われてびっくりした。センスのない家族に、適当な家具を買われたくないから、家具も、全部自分が手配する。と言うから運ぶのを手伝ったけど、ボロボロのカラーボックスや、いかにもホームセンターで売ってる、学生が一人暮らしを始めるとき、みたいな家具しかなかった。しかも、それから1ヶ月くらい後に、ご家族が模様替えして、彼女の譲った家具を空き部屋に置いてたことに。引っ越し前は、何も準備しなかったくせに、なんで後からいじるの？と怒るから本気で引いた。彼女が持ち込んだカラーボックスを、人からもらった棚に取り替えてる。脱衣所の入り口に、目隠しでかけてたのれんを撤去した。洋服の入れ場所を大幅に変えた。彼女が100均で揃えたタッパーはしまい込んで、別のメーカーのタッパーを買い直して使ってた。と、そんなん、住んでる本人たちの好きにすればいいやん、って内容で怒って。私が寝る間も惜しんで用意してあげたのに。って言葉を何度も聞かされて。人生で何かあった時に、彼女の決めた通りにしないと、こうやってヒスを起こされるのか。と想像したら、急に、彼女が無理になった。別れる時は結構大変だったけど。今、彼女は、家族経営の会社の跡取りと結婚して、仕事を頑張ってるらしいから。細かいところまで気がつく能力を、十分に発揮できる場所に行けて、よかったと思ってる。